これビデオでさ、これ名古屋駅降りた、これ今ものすっごいぞ、これこれ高島屋のさ喫煙ルームがさ閉まってやがってさ、これ禁煙になってるけどさ、やべえかよ。ここでさあれやん、ビューッつってものすっごいぞ、これ明るくなった、下がさこうなっとって。でもこれさ、やれる場所ないもんで、起きる場所がないやんな。でもこうやってね、こうやってもやるしかない。それこれもうないねんって、マジで本当にビッタチで。ガチでない。これこうなってさ、長い駅はこうなってるやんな、上からすごいぞこれ。これものすっごい線路やん、あれ新幹線や、東海道新幹線。ここら辺にさ設置でいいんだよ、あれとかして。手で持つ。これでいいよ、これで。
るやつより怖いよ、マジで。警備員のやつにさ、警備員のじじがおってさ、そいつがさ、そっち行ったらお前、光で引っ込み出るぞってさ、ようやくね、最近喫煙ルームってさ、表示出とったよね。ようやくさ、すっげえ奥まであってさ、ようやくたどり着いたと思ったらさ、コロナで閉店ですって。もうそんなんばっかであれ。もうコロナとか関係ないもんね。だからコロナ関係でさ、もういろんなところが閉めてさ、この体勢きついわ。これバレるとやばいよマジで。気になっとるやん。でもさ、お前だって喫煙ルームってさ、コロナ関係でさ、本当にいろんなところで閉めてさ、だから営業しすぎだったんだよな、そもそも日本がさ。コロナ前ってさ、なんかさ、もうとにかく回してさ、営業で、もうさ、電気つきまくってさ、もう必要だろみたいな。その辺の功罪はあるよ、このコロナ。その辺の功罪はあるよ。今までね、あまりにもね、経済って無駄にね、無駄遣いしすぎてた。もう電気もさ、もう必要ねえのにさ、もうとにかくつきまくってさ。でも誰もが薄々気づいとったかもしれんわ。今になってコロナを口実に、いろんなところがさ、閉店とかさ、早く終わったり、営業時間短く指定してるとこ多いやん。別にコロナ関係ないね、もうだってもう終わるわけだし。まあでもそれいいと思うよ。やっぱね、石炭使いまくって、で電気でしょ。コンビニも明るすぎるしさ、あんないらんやん。でもさ、実際さ、暗くなってさ、店行くとさ、ちょっとテンション下がる感はあるよな。こんな大きく喋っとくとさ、警備員のじじが来そうで怖いやんな。もうあと少しだから。車もあるもんさ、そいつらもうそれ来たら終わりだろ。だからコロナで閉めて、まあ閉店はさ、まあ閉店も それだけさ、回っとったってことだよな。食いとったってことだよね。悩かいで客来て、でもそれで選別されちゃってさ、すごい潰れてるもんね。イオンモールも空き店舗でさ、で飛行物体撃ち落として。流行ってる感あるよな、飛行物体。終わったぞ。もう俺も不安だもん、不安。ドキドキハラハラよ、これマジで。ドキドキハラハラ。